はいよってことでやってきましたよ。道の駅ね、あれですけど、ここがね、道の駅パーク七里御浜ってことでね、結構ね分かれてるんですよ。こっちの方になんか、いろいろ売店もあれば、こっちの方にもこっちの方で、ね、こんな感じでね、こっちはこっちで、まあ旅行案内、観光案内とかね、やってるところになってるのかな。これは後から作ったんでしょうね。前来た時こんなんあったっけな。あ、お手洗いとかもこっちにあるんで、こっちはこっちですね。で、ちょっと産直所なんかもちゃらっとあって、で、まあ売店としては多分ね、こっちの方がでかいはずです。まあ飲食店なんかもあって、ここはちょっと今の時間は営業やってないのかな。浜街道飲食店ってなってますけど、で、また17時半から営業再開するみたいですね。あ、じゃなくて、ずっとあれか、臨時休業になってんだ。ここはまだずっとみたいですね。そうかそうか。まあこっちはね、みかんが有名ってことで、ね、まあさっき蛇腹紹介しましたけどね、あれ北山村のやつで、まあこっちはオーソドックスなみかんですよ。こっちの方、ほぼ年中みかんが取れるんですよね。温暖な気候ですから。あんなとこに、ジュース工場なんかもあるんですね。知らんかった。ちょっと中見ていこうかな。駐車場の方のね、なんとって、情報、登録情報なんかも出てますね。ここいろいろあるな。はい、ということでね。まあ売ってるのはね、やっぱりみかんがメインでね、いろいろと売っておってとかですけど、面白い構造ですよね。あの、道の駅ですけど、この奥、そのまま奥に大桑が入っておるっていうね。あれ、大桑さんと俺別やと思ってたら、中で一緒に繋がってるんですね。で、あとは特徴としてはこういくか。こんな感じでね、そのままね、橋渡ってくると、渡れる橋があって、だいぶね、香りはもう大きいし、その風になってますよね。まあ、それはもうそのはずでね。もうこっち側が、その、七里御浜ってね、名前のね、御浜の名前にもなってますね。浜がね、あるわけです。七里御浜って確か、あの、浜がすごくずらーって長くあるんですよね。七里ね、昔の長さの単位で。で、七里分ぐらいあるってことで、このままね、ここで、国道を渡って、42号渡ってね、こっち側の方に抜けれますよっていう。もうさすがにこの時間ですと、あんまり人いませんけどね。風はすごいな。こんな感じでね、渡ってね。うお。で、浜の方にそのまま出れますよ。まあ今日はもう浜の方まで降りませんけどね。こんな感じで。やっぱ、海はまあまあ荒れてますからね。海水浴するには、ちょっと結構外海なんでね、やっぱ気をつけないといけませんよ、というところありますけどね。さあ。で、面白いのが、ここから見ると面白いのが、ここなんですよね。で、これが、ね、先から映してます、道の駅のね、パーク、道の駅パーク、七里御浜ですよね。で、もうここでスーって見るとね、ここにね、もう鉄道の駅があるんですよね。これが、鉄道の駅で、これが、JR の、紀勢本線の、あたば駅ですかね、なるわけですね。ちょっと見てきましょうか。せっかくこっちも行きましたからね。地元のタクシー屋さんもあって、あ、でもジャパンタクシー入ってますね。まあ、だいぶ西日は強いんでね、見にくくなってますけど。なんかちょっとここだけ渡るの気を入れてと。するとですね、昔は多分商店があったんでしょうね。すごいですね。ハンバーガーって昔ありましたね、こういうのよく。考えたら250円とかで売ってたんですね。最高の方でも250円とかだったので、まあ、ね、お得だったんですよね。面白いですね。ね、結構時代を感じる構造ですね。あ、こんなところ、ここって2個ポストあったんだ。これがね、あ、ここは、逆から書いてある。あたば駅でよかったよな、読み方。あ、ここに書いてありますね。そうですね、あたば駅。まずね、構内入るとね、あんまりですから。まあ、一面二線のね、ザって感じの、非電化のね、路線の感じの駅ですけど。まあ、無人駅になってます、当然ね。
まあ本数もね一緒ですよね。あのうどんの駅とは変わりません、全く一緒ですね。よいしょ。でまあここら辺だとどうなんだろう、熊野市出た方が安いかな。新宮240円で熊野市240円、ちょうど真ん中なんですね。ああまあそういうところです。まあ面白いですよね。もう本当に駅の真ん前から、道の駅があって、そのまま、観光名所の浜につながるというね構造です。でこれ2号ポストこんなところにあったんですね。一回ポストの特徴もやってみたいんですよね。こいつね、二号ポストって言います。ちょっとね、口のとこがこいつちょっと壊れちゃってますけどね。本当はこれがね、上にこう、ああ、上がった上がった。ね、こういう風になってまして。面白いですよ。普通ポストって上にこう、パカン、パカンって開くんですけどね、二号ポストってこうやってちょこんって、下の方に、ね、押されてね、入っていくような形になってるっていうのがね、面白い。で、めちゃくちゃこじんまりとしてますよね。もう、本当今のレターパックなんか当然ね、全然入らないサイズなんですけど、これがね、昔は結構使われてて、1号っていうのがあの、有名なね、あの、丸が、ポストのやつで。で、角型とかいろいろ、1号はいろいろあるんですけど、2号はね、もうこいつしかないです。このね、ちっちゃいやつで。これ実は進化系とか特に出なかったんですよね。これの代わりにもレターパック対応のね、あの、今や15号とかになってるのかな。うん。その前に第7号とかが一応これの置き換えみたいな感じでちっちゃいのがね、あるんですけどね。まあ全部あの柱がついてね、こう上に出たやつで、こういうふうにね、横にね、引っ掛ける足がないやつってね、ポストってね、2号と5号だけなんですけど、5号っていうのはもう本当に今現存してるのが全国で1箇所しかないというね、やつで、まあそれはね、愛知県にあるんでね、ぜひね、一回ね、撮りたいところなんですけどね、一回行ったことはあるんでね、場所はわかってるんですけどね、ね、いかんせん、県外出れませんからね。まあ、そんな感じ、2号ポスト。まあ、そんなところですね。あ、そっちから入れるな。で、ちょっと飲み物かなんか買って、あ、バスも。バスはどこに来るんだ、これ。井田舞子。ああ。じゃあ、南の方に行くんだな。駅前にあれですね、そういや、ロータリーがあるわけではなく、この辺りに、駅があるのかな。あ、ここがもうバス停兼ねてるのか。ね。七里見浜の、この道の駅が多分、バス停兼ねてるはずですね。ちょっと暑さも和らいできたかな。30度は超えてるかもしれませんけどね。うん。手打ちそば、出雲。こっちからね、また、ショッピングセンターの方に戻れますからね。あ、そこだ。ここがね、熱波駅の最寄りのバス停ってことになりますね。よいしょ。これですね。これ、さっき走ってたのはこっちですね。福祉バスの方ですよね。こんな感じで、一応熱波とぐるっと回って、今のやつは、住宅地とかあるんですね。先ほどで開いてないな。で、これが、あ、あれか。高速バスも一応ここから出てるんですね。あ、これ、池袋とかまで一発で行けるんだ。これ便利ですね。まあしばらくやっぱ運休みたいですけどね。あれでもさっきのやつって乗ってないな。一木舞子行きってなってましたけどね、うん、これとはまた別なのかな。わかんねえな。さあとりあえずちょっと飯かなんか買ってこう。よし、へいよってことで買ってきましたけどね、何しようかなと思ったんですけどね、面白い言うとったね。さっき柿の葉寿司食べましたけど、まあもう一つ名産としてね、この辺りで有名なのがサンマ寿司。実はサンマの名産なんですよね、太平洋って。ということで結構取れるんです。まあ今年は不要みたいですけど、本当にすごく。ただね、ちゃんと押し寿司ありました。言ってましたんで、ね、買ってきました。これね、キッチン千秋さんってところのサンマってこれね、紀宝町で作ってるらしいですね。ですんで、まあ、さっき言った、道の駅の方のが近いんですけど、あそこでも売っとったかな、もしかしたら。うん、南室郡、これでね、読みますかね、南室郡紀宝町と読みます。これ、室っていう字、なかなか難しいですよね。こっちのあたりの方に来るので、東、北室郡と東室郡とかね、室っていうね、地名がよく出てきますけど、
で、これね、560円。これでも十分お得なんですけどね、560円ですか。なんとね、今ね、ちょうどね、もうすぐ閉店ということでね、半額になりましたもんでね、ラッキーということでね、半額のね、いくら ?280円か。で、買うことができました。やったーってことですね。じゃあ、もうせっかくね、買わせていただきましょうか。で、追加にね、デザートでも買おうかなと思ったら面白いものってたんですよね。見てください、これ。じゃーん、ね、すごいちっちゃい、手乗りスイカって言いたいんですけど、これね、品目を見たらね、メロンになってるんですけどね、これどっちなんやろって。見た目、めちゃくちゃスイカじゃないですか。ね。ねえ、もうこれ、メロンってなってるんですよね。どうなんや。中身はさらにね、どっちなのか、赤かったらスイカやんけっていうところですしね、まあまあまあ、ウォーターメロンっちゃウォーターメロンですからね、なんともね、難しいところではありますけど、これすごく気になるんでね、買ってしまいました。しかも100円ですからね、いや、いいじゃないですか。これからのね、この一人暮らし人間ね、我々のような一人暮らしの人間にはね、ありがたい手のひらサイズでございますよ。これね、ちょっと、まあちょっとこれはね、デザートで、今これのね、食後のデザートって言いましたけど、さすがにね、ここで割ってとかできませんからね、家で冷やしてね、ちょっと改めてね、お食事動画ね出したいと思いますのでよろしくお願いします。よいしょ、これはじゃあ買ったやつのねところに。ついでにね、これはどこだ、熊野か。熊野寄った時に、イオンに先に寄った時にね、さすがに何も買わんとね、そのね、SD カード売ってなかったりっていうね、出てくるまでやと思うとね、まあこっち来たらねやっぱ買いたくなるのがこれなんですよね、どん兵衛とね。赤いキツネ買いまして、これなんでかって言ったらね、赤いキツネ、どん兵衛だとね、ちょっと分かりにくいかもしれませんけどね、赤いキツネ見ると分かりやすいですよね。はい、勝山店、関西限定。そうなんですよね。流通がね、西日本に変わるんでね、この辺り、熊野とかに来ると、これ買います。あとは伊賀の方行ってもね、買います。伊賀とか名張の方行ったらね、バリバリも西のね、どん兵衛になりますんで、三重県ちょうどね、西と東がね、どっち問題ってのがありますけど、じゃあ、どん兵衛もどっちも買えるっていうね、そう、これ、どん兵衛は分かりにくいんですけどね、これね、ちゃんと、ね、西日本のはずです。あ、もう16時40分。これは、もうあれですね。たまたまなんですけどね。こういう時ラッキーなのがね、橋左利きだとね、右に置いてこのまま食べれるんですよね。よいしょ。あ、しまった。ゴミ袋出してしまった。うん、袋もらったきゃよかったな。で、私左利きの左手でも、そうするとこれ食べやすいんですよね。実はね、これがね、右利きやとこうやと思ってこうやられてきませんから大変ですけど、いやよいしょ。端っこの大きいところですけどね、こんな感じでね。うん。うん。美味しいですね。柚子が効いてますね。へぇ。こんな風に柚子効かしとるのって初めて食べたな。やっぱ、お魚美味しいですね、こっちは。こういう風に押し寿司になっててね、まあ西に来ると押し寿司が多くなるっていうね、バッテラなんて言いますね、おサバのやつ。うん、じゃあね、まあ食べながら一応西の端は目指しときましょう。何駅でしたっけ。鴨駅ですね。ここもまた行ったところに何もないところですけどね。うん、国道167号線やから、これね、まあまた変なんですよね。まあちょっと後でキャプチャー画像出しますけどね。駅がね、ここでね、よいしょ。赤いバルーンの立つところですね。で、まあずっと見るとこれ、ね、国道260号線とかがね、走ってるわけなんですけどね、こんな感じで。こう、なんていうの、どうやって出したらいいかな。こんな感じでね、星マークのあるところら辺までまずっと行きますよと、ね、紀伊長島のあたりなんですけど、でそこからこう42号線で北の方に上がっていくんじゃなくて、さっきはこれの沿いに走っとる紀勢道を使ってきたんですけどね、うん、いや国道があるからこれで行ったらいいじゃないかってね、パッと思うかもしれませんけど、これがなかなか厄介でね、見てください、この国道ね、なんとね、これでわかるかな、なんとね、物体切れてるんですよね。これですね、しかもね、相当ね、酷な道だったはずなんですよ、260号って。下手すりゃ、この車じゃ通れるのかなっていうぐらいに、酷な道なんで。
これ行くの大変だな。場合によっちゃ鳥羽まで二人パールロードとか使って抜けた方が早いとは思いますけどね。これはなかなか大変なところですね。考えてみたらちょっと信号待ちの間にというかをパクパクしながら、いただきたいと思います。抜けるなら県道16号線っていうのがあるけど、この辺りの山道怖いんだよな。やばそうやったら大回りしてでも引き返しましょう。3密の問題はないと思いますけどね、ここやったら、では、よいしょ、カメラの向きを